シチリア王国は中世から近世にかけてシチリア島やイタリア半島南部を支配した王国。現在はその領域はほぼイタリア共和国領の一部となっている。11世紀半ば、フランスのノルマンディ地方から兄弟と共にイタリアにやってきたノルマン人のキシロベルトイル・クイスカルドは東ローマ帝国領だった南イタリアを占領した。1071年、 弟のルッチェーロ一世はシチリア全島を占領した。この孔により、ルッチェーロ一世はロベルトからシチリア白衣を与えられた。1130年、ルッチェーロ一世の息子であり、ルッチェーロ二世は対立教皇地位であるアナクレトゥス二世から王位を得て、オートビル朝シチリア王国が成立した。1189年、シチリア王グリエルモ二世が後継者なく死去し、 ローマ皇帝ハインリヒ六世妃であるオーバコスタンツァと、おじの諸子であるレッチェハクタンクレーディが王位を争ったが、外国の支配を嫌う諸侯の支持を得て、タンクレーディが王位についた。しかし1194年のタンクレーディの死後、幼少の息子グリエルモ三世が王位につくが、侵攻してきた。ハインリヒ六世にパレルモを制圧され、オートビル長は終焉を迎えた。妻、 コスタンツァがオートビル家のルチエーロ2世の娘であったため、シチリア王位は、法園シュタウフェン家のローマ皇帝ハインリヒ6世の手に渡ったが、1197年にハインリヒ6世は死去した。幼少のフェデリーコが王となり、コスタンツァは、摂政となったが、彼女もまた翌年よう去った。1220年、フェデリーコは、 ローマ皇帝フリードリヒ2世になったが、シチリア生まれのフェデリーコは、ローマ王というより、シチリア王であり、ノルマン朝の後継者であった。フェデリーコは、イタリア半島の支配に乗り出したため、ローマ教皇と激しく対立し、何度も波紋を受け、対立王を立てられた。フェデリーコの死後、シチリア王国は息子たちが後を継いだが、フランス王ルイ9世の弟で、安住シチリア家の祖となる。 アンジュー・ハク・シャルルが教皇の要請を受けて征服した。シャルルはカルロ一世としてシチリア王位についたが、シチリアの民衆には不評で、1282年にシチリアの番党事件が発生し、シャルルはシチリア島を脱出した。その後のシチリア番党戦争を経て、シチリア島はバルセロナ家のアラゴン王ペドロ3世が獲得し、シチリア王国はシチリア島の領土と、 半島側のナポリ王国とに分裂した。ペドロ3世の息子たちの間で、アラゴンとシチリアの王位は分割相続された。1302年、分裂状態の2国にカルタベ・ロッタの和平が成立し、シチリア島側はトリーナクリア王国を称するようになった。フェデリー・コー世は、ローマ教皇やナポリ王国によるシチリア併合の企てを阻止した。1409年に、 マルティーノ一世が後継者を残さずに没し、王位を継いだすその父、アラゴン王マルティン一世も1410年に、やはり後継者を残さずに没し,した後、トラスタマラケのフェルナンド一世が1412年に、カスペの妥協でアラゴンとシチリアの王に選ばれるが、フェルナンドはシチリアには総督を置いた。その孫フェルナンド二世の時代にアラゴンとカスティーリアが連合して、 スペイン王国が事実上成立するが、フェルナンド2世は、シチリアに加えて、すでにトラスタマラ家の主流が支配していたナポリ王国も、再征服した。その後、ハプスブルク家がスペインを治めた時代まで通じて、シチリアは、スペインの支配下に置かれた。スペインハプスブルク家が断絶した後、ブルボン家のフェリペ5世が、スペイン王に即位するが、1702年に、 スペイン継承戦争が始まり、シチリア島の領有も争われた。1713年、ユトレヒト条約で、シチリア島は、サボヤ港、ビットーリオアメデオ2世の手に渡り、サボヤ家が、シチリア王位を得た。1718年、給料回復を目指すスペインが、サルデーニア島に次いで、シチリアにも侵攻。戦後の1720年、ビットーリオアメデオ2世は、 シチリア王国をオーストリアハプスブルク家のカール6世に割上した。ナポリとシチリアはまたもや同じ支配者が治めるところとなった。ポーランド継承戦争の結果、1735年にフェリペ5世の息子パルマコ・カルロがナポリオ・カルロ7世及びシチリア王カルロ5世として即位した。カルロは1759年にスペイン王カルロス三世として即位する際、 三男フェルディナンドにナポリとシチリアの王位を譲った。フェルディナンド三世は一時期ナポリ王国をナポレオン勢力に奪われ、シチリアに避難するが、それが戻るとナポリとシチリアの王位を統合し、ナポリを首都とする両シチリア王国を成立させ、両シチリアをフェルディナンド一世となった。これ以来シチリアに王宮は置かれていない。 ノルマン町の下、よそからの移住者と領内の最低住者を使っての農業生産力の向上が進められた。また、王国の主な収入としては、ナポリ、アマルフィといった開港都市からの輸出品が挙げられる。主な輸出品は穀物であり、他には豆類、材木、オリーブ油、ベーコン、チーズ、比較、重皮、麻、副食がある。十二世紀末までには、 南部のメッシーナのこれら開港都市としての発展も見られる。王国の主な取引先にはジェノバ、ピサ、東ローマ帝国、エジプトが挙げられる。中でもジェノバとの様々な協約は国の商業力の保障と強化に役立った。しかし、安住長期に進展した封建制は逆に経済力の低下につながった。また安住朝は、 フィレンツェの銀行員が来たイタリアの経済と金融に依存したため、これもまた国の経済を悪化させた。これら経済の失速とともに、人口増加と都市化が進展した結果、農業力を発展させようというモチベーションは低減していくこととなった。ありがとうございます。